皆さんこんにちは。今日の僕のトークなんですけれども、今日の大会の全体テーマっていうのがこの何もないということ、空っぽというようなこと、言葉では言えないことというのがテーマになる。そしてそれは曖昧ということも、テーマの一つだというふうに聞いています。これ何の曖昧さかっていうと、論理的な思考とそれから、直感というものの間で、そういうことなんだ。その間にある価値って何ということが問題になってるんだというふうに聞いています。そういう、論理っていうのは文字的な理性、それと、直感というのはイメージ、その間にある問題というふうに言うこともできると思います。そこで、今日の僕のトークではそういうことの間にある問題として、キャラ、つまり、文字のような、シンボル化、単純化されているものでもあるんだけれども、でも、イメージ的なものでもある、そういう、キャラという問題、特にマスコットとかゆるキャラと言われるようなこういうイメージ、それは一体どんなことを僕たちに教えてくれているのかということのアイデアを皆さんと共有したいというふうに思っています。皆さんちょっと考えてみていただきたいんですけども、特にこの日本で今日朝起きてからここにやってくるまでにどれぐらいのキャラクターと出会ったか数えることはできるでしょうか。スマホの中のアバター、テレビの中で、コンビニで、身の回りにあるグッズで、あるいは電車の中で、本当に僕たちの世界っていうのはキャラ的なイメージっていうものにもう氾濫、もう取り囲まれている、そんな状況があると思います。それは一体何を意味しているんでしょうか。実は、僕自身キャラを使って、企業ですとかそれから大学とかそういうところのプロモーション活動に役立てる、そういうデザインの仕事をかなり、数多くやってきました。例えば今画面に映しているのは岩手朝日テレビさんという会社の PR のために僕がデザインしたキャラクター、これですけども、これを使って行ってきたさまざまなプロモーション活動の写真です。けれどもキャラって一体何がポイントなのかということを僕自身最初からよく分かっていたわけではないんですね。伝統的なデザインの世界ではキャラというのはしばしば取るに足らない、あるいは序列の低いものというふうに見なされがちです。でもそうであるならば、なぜこれほど世の中にキャラ的なイメージが氾濫するということが起きているんでしょうか。幸い僕の研究としての専門である記号論、あるいはコミュニケーション論といったことがそういうことを考えるためのヒントとなるようなモデルを提供してくれるかもしれません。ですから今日はそれを皆さんと一緒に考えていく、そういう機会にしたらいいなというふうに思っています。ここでちょっとキャラとは何かということを考えるための切り口として、ロゴマークというものを対比的に考えてみたいというふうに思います。ロゴとキャラ、これどっちも文字的なんだけれども、でもイメージの要素も入っているというふうに、2つがまさに入り混じって曖昧なので、しばしばなんとなく一緒にしてしまったり区別をするのが難しい問題だっていうふうに思うんですね。けれども僕の考えではこの2つは全く違うことをやっているというふうに考えています。ではロゴマークとは何なのか。ロゴマークっていうのは一言で言うと抽象的な価値とか概念を図像を使って訴えるものだというふうに整理することができます。例えば今画面に出ているのはグローバルリーダープログラムという東京大学の語学に優れた学生たちが海外に研修に行くことをサポートしますっていう、そういうプログラムのロゴなんですけども、これ何やってるかっていうと、まあ一文字一文字色が違いますよね。それが多様なバックグラウンドを持った個性の異なる学生たちというものを象徴していて、そして F のところが紙飛行機になっていますけれども、これはまだジャンボジェット機のように完成されたそういうものではないんだけれども、手作りだったり手探りだったりしながらも海を越えて飛び立っていこうっていう、そういう学生たちを支援しますよという姿勢を象徴している。
言われないと分かんないよっていうふうな人もいるかもしれないんですけど、それはそういう文句はデザインした人に言ってくださいと。そうするとデザインした人は僕ですので慎んでそれ反省したいと思いますっていうことなんですけども、まあでも要するに、ロゴってそういうことをやっているわけですね。でちょっとここで、記号論とかコミュニケーション論 の, モデルを参照したいと思うんですけれども、今出ているのは、チャールズ・サンダース・パースという人の有名な記号分類をダニエル・ブーニュっていうコミュニケーション学者が、アレンジして、展開した記号のピラミッドっていうモデルです。この図が何を教えてくれるかっていうと、僕たちが他人とコミュニケーションするために使っている記号は大きく3つの段階に分けられるよっていうことなんですね。1つ目は、インデックス、指標記号って言われる段階なんですけれども、これはコンタクト、直接つながりがある、触れ合うことによって伝えるっていう段階です。そして次の段階が、アイコン、類像記号って言われる段階なんですけれども、これはイメージとか像を使って、他人とコミュニケーションをするっていう段階。そしてその最後に来る3番目がシンボル、象徴記号って言われるものですけれども、これは言葉とか文字に代表されるようにルール、約束事とか取り決めがあるから伝えることができる、そういうふうな記号のあり方のことです。これは論理とか理性っていうふうなものにすごく深い関係があります。それでこの図式が教えてくれるのは、これが下の方、ピラミッドの下の方ほど基礎的、根源的な次元で、上に行くほど文化とか教養っていうふうにこう高くなっていく、発展していく、そういうふうな関係にこの3つはなっているんだっていうことなんですね。実際、僕らが昔猿みたいなものだった頃からだんだん文明を発達させていって、人あるいは人間になっていくっていう過程で、どういう順番でこれを伝えることができるようになったのか、あるいは僕らが赤ちゃんだった頃から大人になるっていうのに従って、どんな順番でこの記号を使えるようになりましたかっていうふうに考えると、必ずこの指標、類像、象徴っていう段階になっているっていうことが確認できます。じゃあその時この記号のピラミッドの図式というものになぞらえると、ロゴがやっているのはこのイメージの力を使って象徴的な価値、抽象的な論理とか理念を訴えようとする、つまり象徴性に、象徴記号に奉仕するような類像記号の使い方なんだという、そういうふうに要約することができます。あるいはロマン・ヤコブソンの6機能図式といわれるコミュニケーションモデルを使って考えてみると、指摘機能といわれる、メッセージの形が美しい、洗練されているロゴだっていうような問題と、参照機能、つまり言っていることが事実として本当なのか嘘なのかっていうようなことをショートカットして意図的に混同させてしまうような、そういうレトリックっていうのが一般的にロゴがやっているっていうことなんだ、そういうふうに整理できると思います。じゃあそれに対してロゴに対してキャラ、一体何をやっているのかっていうことなんですけども、キャラというのは具体的な内容を伝える以前に、とにかく受け手と送り手の間に関係性を築くこと、コミュニケーションのきっかけを作るためのものなんだというふうに考えてあります。ちょっと極端な言い方をすると、キャラにはそもそも伝えるべきメッセージなんかないんだっていうふうに僕は思ってさえいます。先ほどのこの記号のピラミッドの図式でいうと、イメージの力を使って接触を作り出す、2番目の次元から3番目の次元に訴えかける、類像記号が指標性に奉仕している、そういうふうなイメージの使用法なんだっていうふうに整理できると思います。6機能図式のコミュニケーションモデルで考えると、電話のもしもしみたいに、もしもしっていうメッセージには特に具体的な意味内容がなくて、ないんだけれども、でも
もしもしっていうことによって受け手と送り手の間にちゃんとチャンネルが確立してるっていうことを確認できる、そういうメッセージのあり方のことをファティックファンクション、口話機能というふうに呼んでいますけれども、キャラっていうのはこの口話機能の次元のことをやっている、そういうふうなイメージの使い方なんだっていうふうに整理できるというふうに僕は考えています。こんなふうにしてキャラがやっていること、キャラが目指すものはそもそも何なのかということを整理してみると、そこから一般的にキャラっていうイメージが持っているいろいろな特徴っていうものも実は説明できるっていうふうに考えています。キャラ、どういう特徴を持っているか皆さんもちょっと思い出して考えてみてほしいんですけれども、一つ、思いつく、すごくみんなが多分思いつくものっていうのが、キャラって幼いっていうことがあると思うんですね。あるいは幼さを連想させるようなこうイメージ的な特徴を持っている。これ先ほど見たピラミッドの図式でキャラっていうのがやってるのは一番基礎的な接触の次元だっていうお話をしましたけれども、接触の次元っていうのは赤ちゃんとか猿をマッサージとかそういう段階でもあるんだ、そういうことを見たと思います。そういうふうに考えると、今ここに画面に出てるのはまもなく1歳になる僕の実の娘なんですけども、この僕の娘が生まれたばっかりの頃に母親とギューって抱き合っているっていう次元ですけど、まさにこういうギューって抱き合っているっていうことがやっているように、接触っていうものを起こすためにキャラは幼いっていう、そういう特徴を持っているんだという、そんな説明ができると思っています。関連する問題ですけれども、キャラって拙さが強要される、必ずしもじゃないですけども、下手でも別に構わないっていうことがあります。つまりこれはロゴであればその像が洗練されていて非常に美しいっていうことが決定的に重要ですけれども、そこと決定的に何かこう違うことなんですね。でどうしてキャラって下手だったり拙なくてもいいのかっていうと、そのたどたどしいっていうものはある種放っておけないとか、そういう意味では上手じゃないっていうこともつながりを起こすためのトリガーになりうるからなんですね。あるいは皆さん、ブサカワとかキモカワとかっていうような言葉も聞いたことあると思うんですけれども、醜いっていうこともキャラにとっては場合によってプラスになる。どうしてかっていうと、うわこのキャラ嫌だねとかって言っていじるとか、こんなにひどいキャラはないからみんなちょっとこれツッコミを入れようとかっていうふうな、そういういじるとかツッコむっていうこともまさに接触、コンタクトそのものなわけですから、そもそも接触を起こすことそれ自体が目的であるようなキャラにとってはそれもまた一つの成功の形だった。それがロゴのように本質的に美しくなければいけないっていうことと決定的に違う特徴なんだというふうに僕は考えています。そして最後に、顔っていうことも、つまりキャラは顔を持っているっていうこともロゴとの関係でいうと非常に大きな特徴だと思います。この写真はさっき出てきた赤ちゃんがちょっと成長して僕の娘が今このぐらいになってきているんですけれども、その彼女なんかを見ているとやっぱり、人間の顔とかテレビの画面に出てくる漫画の顔とかにすごく興味を持ったり特別な反応を示すんですね。そういうふうに僕ら人間にとって顔っていうのはもともともう認知的に特別な反応をしてしまう、無視することができないパターンなので、こうつながり合うっていうことを目的にしているようなキャラにとっては顔っていうものをこう利用しない手はないっていう、そういうふうな理由からほとんどのキャラは顔であるとか、あるいは顔を想起させるような表面を持っている、そういうふうなことなんだと思います。こんなふうにキャラの特徴っていうのはしばしば緩いとか親しみやすいとか可愛いとか、そういう言葉でなんとなく語っていることだと思いますけれども、ちょっと、今僕が言ってきたような言葉とか概念を使うことで
もうちょっと客観的あるいは分析的に捉えるっていうことができるんじゃないかなというふうに思っています。さてではどうして今こんなふうに世界にキャラがあふれているのかっていうことについて考えてみたいと思います。それは一つにはメディアの状況ってことと非常に深い関係がある。つまり僕たちは膨大なメディアに囲まれて暮らしていて、一体一人一人の人がどのチャンネルに今アクセスしているのか、一体つながっているのかいないのか、どんなに何かを伝えようとしてもそもそもアクセスしてもらえていないんじゃないか、そういうことに慢性的に怯えている社会だっていうことがキャラの流星を生んでいると思うんですね。このテッドなんかもそうですけども、動画の配信とか SNS とかウェブとか、本当に僕らは膨大なチャンネルに囲まれて暮らしている。で、そうすると例えば私たちはこんなに素晴らしいことをやっていますよとか、一緒にこういう理想的な未来を作っていきましょうとか、どれほどいいことを言っていても、そもそも電話線が切れて相手の耳に入っていないんだったら何の意味もないわけですよね。そうした時にキャラっていうのは切れている線をつなぎに行くとか、あるいは今その線が本当にアクティブなのかどうかっていうことを確認しに行く、そういうふうなイメージの使い方だっていうふうに考えられます。だからこれほど不安定な世の中、つながっているかどうかわからない世界っていうのの中でキャラがどんどん前景化してくるっていうことが起きているんだというふうに思います。そのことと関連する問題ですけれども、テクノロジーの状況ということもあると思います。つまり今このピラミッドの上の方の象徴性とかシンボル性っていうことを、つまり判断するとか考えるということを機械がどんどんやってくれるようになる。そうすると、人間はその、階段を登っていかなくてもよくって、まさに今キャラクターが滑り降りてきたように指標性の次元にとどまっていていいっていう、良くも悪くもそういう世界になってきているんだっていう側面もあるんだろうと思います。そうした状況がいいことなのか悪いことなのかっていうのは、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたい問題なんですけれども、今日ここでの僕の問題提起というのは、このキャラという存在が今僕たちがどういうふうな社会を生きていて、どんなテクノロジーの中にあるのかっていうことを反映している、僕たち自身の写し鏡のような存在としてあるんだと、そういう考えを皆さんにお届けして僕のプレゼンテーションを終わりたいというふうに思います。どうもありがとうございました。